しーちゃん。今何時でしょうか。はい、ということで朝ごはんをね、食べます。朝ごはんです。ドーナツとメロンパンとサラダです。じゃあね、食べたいと思います。いただきます。はい、ということで今ね、セブンに行ってね、私が食べた歴代の納豆をちょっと印刷してみました。美味しかったです。あ、これは美味しくなかったです。まあまあまあ、これ全部紹介してたら夕方になったの。これはね、宿題で使います。自由研究です。はい、そう、セブンってさ、今さ、この携帯からこうピーってすれば画像が読み取れるからめっちゃ楽なんですよ。はい、ということでね、今から借りたいと思います。はい、今日台風って聞いてたのに全然雨降ってないっていう、ね、いい天気、いい天気ですね。帰ります。起きた格好できました。そう、まず髪とかも何もやってない。怖いね。やばいよ。まあ、今日はもともと家にこもる予定だったんだけど、なんか外を見たら雨降ってないから、じゃあコピーだけしに、プリントだけしに行こうかと思ってね。はい、はい、入ります。まだ全然終わってないんじゃないの？もう終わった終わった。2枚終わった。終わりました、2枚。いや、もっと、多分あと20枚ぐらいあるよね。一回ちょっと、休憩？絶対やらないやつ。やばいやばい。もう寝たい、寝ていいですか。今日はゴロゴロする日なんですよ。でももう台風行っちゃったみたいだからね。まだ寝てないっていうね。雨もやんじゃったね。おかしいおかしいおかしい。ちょっといやー、マジで早くない。もう今日終わらせって決めたからにはよろしくないってことでしょ。私さ、こういう作業的なの大っ嫌いなんだよね。してた？マジ作業じゃね。なんでこんな学生のうちからなんかこんな作業やるの？いや、学生だからやるんでしょ。大人になったらやりませんので安心してください。やだな、やりたくない。編集したい。私編集もしなきゃいけないんでしょ。もう一個の宿題が動画だから編集。じゃあ編集したら学校に持ってくためのこういうのかもしれない。おー、このパソコンにさせてますっていう。おパパさんに言ってください。なんかいいかな。うん。まだ今容量ないんだよ、私の携帯。マジ重い。まず何でするの。まあ、頑張りまーす。もうやらない。入れたくない。ねえ。ねえ、はい、もう10分とっくに経ってるんですけど。あれ、おかしいな。あれ、あれ、おかしいな。綺麗って綺麗。何それ、タピオカの色付き。タピオカのなんかね、チーク菓子作ったのに。へー、いいから、あなたは早く宿題やってください。
これ斜め半分なんだけど、あと半分、あと半分、一冊読まないでください。これ読んだらやるから。よし。なんかりみちゃん、おしょうちゃんがついにまたやる気を起こしました。リミしたじゃモザイクだ。リミリミはモザイクです。今日は我が家はだってね、お家にいるでってもう決まってるので、みんなパジャマみたいなもんです。てか全然台風ないね。もうちょっとしか来なかったね。ねえ、これ走るかな。何やってんのあなたは、さっきからそんなとこで。モザイク女。モザイク女。モザイク女、ほらほら。モザイク、全部モザイク。いや、顔だけモザイク撮るかな。やだ、全部モザイク。しほちゃんもね、近寄るとモザイクだよ、きっと。この机の汚さ。あ、うわ、うわ。多分モザイク。モザイクだ。モザイクで、ちょっとやったの？何ページか進んだの？2ページ。2ページ？まだ2ページ？あ、それ納豆に2個目ね。うん、明日移すと汚いって言われる。はい。あ、そういえば昨日無印で買ってきたもの。あります、ね。こっち来て一回。今から宿題やんのに？え？はい。ねえねえ。けっ はい、ということで突然ですが購入品紹介。イエーイ。何を買ってきたんでしょうか。マイルド保湿洗顔フォーム。はい、こちらね、家族で使っててなくなっちゃったので、なくなっちゃったので、しほちゃんに昨日ね買ってきてもらいました。はい、お友達とね行くっていうから。あと、ね、なんか、うん、あと2学期に使う消しゴム買ってきました。消しゴム買ってきたの。これ使うの？2学期これ使う。以上です。なんかりみちゃんが握ってた服があるけど、これは何ですか？これあれ、これ何の服ですか？パジャマ。あ、パジャマ、ね、脱ぎ捨てた。りょりみ上だって着替えたんでしょ、撮影のために。あ、そう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 。さっきね、さ、お菓子の撮影してて着替えたんだけど、上だけ。これ何の？あつ森だね。シワくっちゃ。でもシワ、これなんかさ、もうシワになる素材なのよ、もう。ない、そういう素材って、もう元から買った時からシワシワみたいな。そう、なんかもう洗濯したらもう一生着れない。そう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 。いや、一生は着れるけど、なんかこう常にこうアイロンかけた方がいいぞ状態になっちゃうさ。アイロンかけてもさ。とかさ、アイロンかけてもシワシワなるな。まあね。私このホタの改造したいんだよね。このさ、ファイルを飾りたくて、うん、赤紙持ってきてリミ、これ飾りたくて。私これなんだっけ、なんかの全プレ、そう、なんか漫画の全員プレゼントで、そう、もらえました。応募しました。感想とかも全部ハガキに書いて。好きだね。うん、赤紙そう、大好きなのマジで。でさ、去年半年前かなにね、この赤髪の白雪姫のカフェがあったの。コラボカフェが東京で、でね、行きたくて行きたくてたまらなかったの。でね、お小遣い数えて交通費とかグッズ代とか全部計算したの。私行きたすぎて行けなかったんだよね、金銭的に。11月が頃だったから。あ、じゃあお年玉もらう前に一番ちょっとお金がない、一番金欠な時だったから、マジで行けなくて結局行けなかったの。超辛かった。だからね、次はあったら行きたいなと思ってて、うん、コラボカフェ。もうマジで好きなのこれ。また出てきたよ。これも全プレです。こっちも、そう、ただ、いや、ただって言ってもハガキ代とかあるから、切手代だけ。切手代と、まあいろいろあのね、あるんですけど、ママがポストまで車で連れてったとかね。なかったっけ？なかった。あ、自分で歩いていた。これを出しに行くときは、あの近くの郵便局行って、これ出しに行くときは友達と
ショッピングモールまで遊びに行って帰りのポストに出してきたから。そうか。ただハガキ買いに行くときはママの車でハガキを買いに行きました。はい、ママのお金で買って、ママのお金で切手も買いました。はい。コンビニもママが行きました、はい、店員さんにもママが切ってくださいって言いました、はい、まあ とりあえず分かりました。漫画もいっぱい出てくる。もうしょうちゃん早く宿題やって。これ昨日買ったね、あのね、ひるまくんの特典。あ、そうなのね、はい、分かりました。ひるまくんマジ好き。読んだリミも、私も読んだ。ちょっとモザイクしたからね。そうなの、モザイクかからなきゃ使えない机。いいのこれ、モザイクかけなくて。モザイクかけて。かけないとね、マジで無理。かけないともう無理。生きていけない。ね、マジで私さ、こういうの嫌いなんだけど。今はまだ理科の自由研究、納豆ですね。見てよ、あとこのワイン数。おかしいってマジでおかしい。全部書かないといけないの。まだ19枚写真があるのに、まだ 2枚目の写真を書いてます。いやー、終わらない、終わらない。あ、なんか出てきた。何これ、誰これ。ドクターストーン。おお、近い近い近い。私は先空推しと見せかけて最近は弦寄りになってますだけどまだ先空かな、うん。いいから、はい、はい、宿題やってください。はい、頑張って。